兄さん、兄さん、兄さん、大丈夫かい、兄さん。お前こそ。あ、平気さ。バハムートは？立てるか？これくらいなら大…捕まれ。ありがとう。歩くぞ。大丈夫かい？平気さ。
託されたんだな、俺たちは。うん、そうさ。だから立ち止まれないよ。ああ、進もう。辛いか？兄さんだって足元がふらついてるよ。人のことは言えないな。冷たくて何もない、空っぽの光、嫌な光だ。ここで全てを片付ける。そうしたら一緒に帰ろう。もちろんさ、みんなも待ってる。創世の我とその一族が時を待ち、長き眠りについている。この世界は間もなく絶え終わりを迎える。だがそれは誠あるべき世界の始まりでもある。我らは再び断りとして君臨する。完全生命魔法レイズによって彼の地で蘇るのだ。これをもって創世となす。これこそが我らの望み。創世とはあくまでその先にある結末。貴様の一族を蘇らせる、それが本当の目的か。神、兄さんと。アルテマがその身を捧げ、マザークリスタルとなった我が同胞は各地でエーテルを集め、このオリジンに届けていた。だが、ようやく任を終え、汝によって解放された。礼を言うぞ、ミュトス。マザークリスタルの破壊ですら、貴様の手の内だったとでも。そして今、すべての同胞は帰ってきた。クオンの時を超え、我ら一族は一つになる。最後の一石を迎えよう。僕の封印が弱まったからじゃなかった。貴様もその一人だったか。
ジョージャジョージャー我らはいつにして善なり。フェニックスの日、それを合わせ持つのがアルテマだと思っていた。でもそうじゃない。分かったんだ、なぜ奴が兄さんを器にできないか。おい、喋るな。聞くんだクライブ、アルテマは神として自ら作り出した人々の信仰を集めた。つまり奴は願望の受け皿、人の思いを託されたものだ。まさか。そうさ、奴の中にはあまたの思念が渦巻いてる。強固な自我を作り上げるまでに。まったくとんだ皮肉さ。あんなに人の自我を否定しておいて僕たちと同じなんだから。そして兄さんも多くの思いを託されてる。人が人として生きられる場所を作りたいというシドや仲間たちの思い、少しでも多くの人を救いたいというロズフィールド一族の思い、兄さんをそばで守りたいというチルの思い、その思いが強いほど託されたものの自我も強くなる。兄さんとアルテマは互いに強固な自我を持つがゆえに、決して溶け合うことができないんだ。だから兄さんに僕の思いも託すよ。この力で奴を超えて、兄さんならきっと奴を倒せる。ジョシュア、やめろ。死にたいのか。いいんだ兄さん、体の大半は石化してる。どの道も助からない。やめろ。起きろよ、起きろ、ジョシュア。ふざけるな、目を開けろ、ジョシュア。なんでこんなことに。
ジョージュ、ジョージュ、ついにフェニックスの力を手に入れたか。エーテルは満ち足り、残るは我が器のみ。我らが汝を消す。愚かな、まだ足掻くというのか。戦い続けるさ、人である限り。簡単にやられはしない。何時の伝
汝をこれほど。そうか、やはりロースとなっていたのか。人が生命として確立するとは。許さぬ、許さぬぞ。たかが肉の塊が我ら一族と同等になるだろう。全てを決めるのは我らのみ。何者であろうと倒すだけだ。フェニックスの力使わせてもらうぞ。Thank you.
許さぬ。かようなことあるはずがない。貴様は自分の弱さを知っていたんだろう。だからこそ世界に抗ったんだ、必死で。そして貴様は恐れた。人が自我を持ったことに。人が弱さを知ったら今度は生き延びるために自分に抗うのではないかと。貴様はただ逃げただけだ。世界からも人からも。器ごときがこの我を語るか。くそ。Good.
様と俺たちは何も違わないということが。我が人と同じだと。我は貴様らとは違う唯一の存在だ。存在だと信じ疑ってこなかった。だから選べなかったんだ。自分以外の誰かと共に生きる道を。思いで強く紡がれていく自分を。したような口のざれ事をやめろ。俺は思いを託された。そしてみんなの思いに応えたい。人が人として生きられる場所を作るために、守るために、俺たちがこの世界で自分の意志で生きていくために。人が人の時がまた終わらせる。
という究極の幻想を打ち破る。我が消え、神という光が失われた時、どのような世界になるか分からんのか。世は乱れる。これから多くの苦しみと悲しみが溢れるだろう。そう分かっていて立ち向かってきたとは、なぜ。それが人だ。その意味を分からなくても、俺たちは生きたいと願っている。不完全かもしれない。だからこそ誰かとつながりを求め、間違いながらも歩いていく。目の前に広がるこの世界に答えがあると信じて、まっすぐに歩き続けるんだ。一歩また一歩だ。我が消えてもこの世界がある限り、我が生み出した断りが消えることはない。黒に侵され死にゆく世界で覆すことのできぬ因果にもがき苦しめ、永遠に。
力は大きすぎて俺一人の手には余る。だがこれなら奴が作った世界の断りを焼き尽くすことができる。ベアラーもドミナントもクリスタルも魔法も全てを灰に返そう。たとえこの身が砕けようとも。